テオ。そう、それそれ。確かそんな名前だったよね。村では有名人だけど、本名より他の名前で呼ばれてたから。私はレオナ。ねえ、ところでなんで戻ってきたの？え、そりゃ、故郷だし。あんた、騎士でしょ？村のみんなが騎士をどう思ってるか知ってる？安心しろ。俺はもう騎士じゃない。え？何？どういうこと？何があったんだ？騎士だったなら知ってるでしょ？村を守る人なんてここには残っていないの。日に日に凶暴化するモンスターからみんなで力を合わせて村を守ろうとしてるけど、畑仕事ぐらいしかやったことないのにうまくいくわけないでしょ。王国が治安騎士さえ呼び戻さなかったら。それは治安騎士も戦争に参加しなくちゃならなくなって。それは分かってる。私は戦闘専門の騎士がいるのに、なんで治安騎士が駆り出されたのかが気になるの。デルカルト大公国との戦争が長引いてるから兵力が足りないんだろ。こっちだってモンスター退治の人手が足りないの。王国の考えてることなんか本当に意味わかんない。俺も好きで2年も戦争に行ってたわけじゃない。だから帰ってきた。モンスターから村を守るために。でもね、あんたが騎士になった時、村が安全になるだろうと期待していたのに、そうはならなかった。今はその責任をあんたに押し付けようとしているの。今村に戻ったら何をされるかわからないよ。何？モンスターがまた？言ったでしょ？いつもこんな感じよ。大丈夫だ。嘘ばっか。
顔が真っ青よ。さっきどこか怪我したとか。いや、大丈夫だ。怪我はない。それにしても、あんた本当に有名人なのね。小さい村だからかもしれないけど、もう噂が広まってるみたい。村を捨てた騎士が何の用じゃ。俺はもう騎士じゃありません。それにここは俺の故郷です。戻ってきちゃいけない理由でもありますか。お主はこの村がこのようなありさまになったのは誰のせいだと思ってるんじゃ。村の周辺にいるモンスターを倒してきます。騎士になった時ここを守れなかったのは俺としては仕方なかった。仕方なかったじゃと。なら聞こう。当時は仕方なかったことがこれからはどうにかなるとでも言うのか。涼しいにも程がある。一体どの面を下げて。長老ってば、それは言い過ぎじゃ。長老の言う通りだ。え？騎士になってちゃんと村を守っていたならみんなにこんな思いをさせなくて済んだんだ。でもせめて村の周辺にいるモンスターは倒してきます。罪滅ぼしになるかわかりませんが。ふん。あんたってさ、プライドがないわけ？私だったら、あんなこと言われるくらいなら、他の村で幸せに暮らすよ。騎士ならある程度、お金だって稼いでるんでしょ？この村は。ん？親と一緒に暮らした、幸せな思い出がある、唯一の場所なんだ。ここを見捨ててしまったら、その思い出を失ってしまいそうで。だから俺はここで暮らしたいんだ。そっか、わかった。私も今まで村の自警団の仕事はしてきたし、一人より二人の方が効率いいだろうから手伝ってあげる。まあすでに手伝ってるようなもんだけどね。ありがとう。ちょっと、今すごい棒読みだったでしょ。違うよ。ところで、その、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな。どうぞ。答えにくかったら答えなくていいんだけどね。あんたが、呪われし子って呼ばれるようになったのは、なぜなの？村のみんなは教えてくれなくて。あ、なんでかなってちょっと知りたかっただけだから、答えたくなかったら別にいいよ。いや、答えられないことはないよ。話すとちょっと長いけど。うんうん。俺はこの村で、両親と幸せに暮らしていた。その頃はまだ今みたいにモンスターの襲撃が多くなかったと思う。あ、そうだっけ。あんま覚えてないや。家族で旅行に行ったことがあったんだ。楽しく過ごして村に戻る途中モンスターに襲われた。旅行帰りで村もすぐ近くだったから俺たちが油断したんだろうな。そこで何かあったの？よく覚えてないんだけど、目覚めた時には両親はすでに。ちょっと待って、あんたはなんで生き残ったの？わからない。俺は小さい子供だったし、とにかく気がついた時にはモンスターが全滅していたんだ。嘘。俺は村のみんなの気持ちが少しだけ理解できる。楽しく旅行に行った家族がモンスターに襲われて、親は死に、息子は
帰り血だらけになって帰ってきたんだから。君が悪いよな。そしてその時を境に、モンスターが村を襲うようになった。まあ。だから俺は、村を守るために、治安騎士になるって決めたんだ。話、長かったかな。それだけの理由で、あんな扱いされてるわけ。テオは被害者じゃない！みんなひどいよ！私がみんなを説得する。きっとこの村で仲良く暮らせるようになるよ。そうかな。ありがとう。長老いらっしゃいますか？長老はいない。お前まだ懲りてないのか？村の周辺のモンスターを退治したので伝えに来ました。これで当分は安全だと思います。これからもこの村で。バカかお前は。そんな雑魚ばっか倒したって何の意味もないっつーの。はい。せめてウルタンぐらいは倒してもらわないとな。雑魚数匹倒した程度で偉そうな顔されても困るっての。お前がいなくてもこれまでの村は俺たちで守ってきたんだし、今さらお前のような奴が一人増えたって戦力が大幅に上がるとは思えないんだが。それにいくら強くても呪われしくはこの村にはいらないんだよ。ちょっと何よその言い方は。レオナ、まさかお前こいつの肩を持つのか？事情は聞いたわ。テオが何をしたっていうの？むしろ被害者じゃない。それを寄ってたかって何よ。これまで守ってこれたとはいえ、いつもギリギリの状況でしょ。力になってくれる人になんてこと言うの。おいおい、レオナ、ちゃんと考えてから物を言えよな。この村がこうなっちまったのは誰のせいだ？それはテオのせいじゃないでしょ。うん？なんだなんだ？お前こいつに惚れたのか？目覚ませよ。目を覚まさなきゃいけないのはどっち？いいよ、もう。この人の言う通りだ。雑魚退治なんて意味がない。長老もいないみたいだし、ウルタンってのを倒してまた出直そう。ちょっと待ってよ、どこ行くの？テオってば。ふん、一人でウルタンを倒すだと？笑わせるな。ここか、疫病神の住みか。まったく、みんなひどすぎる。テオもあんな人たちの言うことに耳を貸す必要なんてないよ。そもそもウルタンを退治したら本当に受け入れてくれるのかも怪しいし、同じ村で生まれ育ったんだからもう少し優しくしてくれたっていいじゃない。でも俺にできるのはこんなことぐらいしかないから。あんな言われ方してどうして怒らないの？長老。なんじゃ、まだ村を去ってなかったのか。ほう、お前本当にウルタンを退治したのか。あれだけ言えば諦めると思ったんだが、つくづくバカなやつだ。俺はただ父や母との思い出があるこの場所で暮らしたいだけです。どうかお願いします。長老、手をなりに努力してるのよ。す
それに腕だっていいし、きっと村の役に立つはず。ここで暮らせるよう許してあげて。ならぬ。なんで？みんな変よ。こんなのおかしい。なぜだか本当にわからんのか。ええ、全然わからない。もともとこの村はモンスターとは無縁の平和な場所じゃった。それがなぜ今みたいな状態になってしまったのか、それがわからんというのか。テオのせいだって言いたいの？そうさ、あいつが浴びた血の跡を追ってモンスターがこの村の場所を知ってしまったんだよ。言った通りだ。お前が血を浴びて戻ってきたあの日から、この村はモンスターに狙われるようになった。治安騎士がいた頃はさほど状況は悪くなかった。だが治安騎士は全員戦争に召集されてしまった。お前も騎士だったならわかるだろう。そもそもモンスターに襲われてなぜ子供一人で生きて帰ってくることができたのか。血だらけの姿を見て最初は大怪我をしているのかと思ったが、それは返り血だった。当の本人は傷一つなかったんだ。もしかするとだ、その子はテオになりすましたモンスターなのではとも言われてたっけ。ったく、親がやられる前にモンスターを倒せっての。俺だって父さんと母さんを死なせたくなかった。俺が何をしたってんだ。俺だって家族を守りたかった。村を守りたかったさ。俺はどこに帰ればよかったんだ。それぐらいにしておけ。お主の努力は認めよう。じゃがお主がこの村にいたら、さらにモンスターに襲われることになるかもしれないんじゃ。だから頼む。どうか他の土地へ行ってくれ。それとモンスターを倒してくれた礼はする。旅の資金の足しにしてくれ。君は村に戻るんだ。俺は決めた。モンスターを一匹残らず倒してやる。あ、冗談でしょ。そんなの無理よ。そうかもしれない。でもそうでもしなきゃ俺は一生ここで暮らすことができない。こんな遠い中がそんなにいいの？テオも物好きね。しょうがないね。私が一緒についていってあげる。なんで？何それ、私みたいな美少女が一緒に行くって言ってるのにその反応は何よ。いや、あの、その、とにかく私は広い世界を見たいの。それにこの村の人たちには幻滅したし、両親にも話はしてあるわ、私が出ていくって。え？とにかく決めたんだから、これからよろしくね。え、ちょっと。モンスターなんかがいるから俺みたいな奴が不幸になるんだ。だから
今からモンスターは一匹残らず始末する。